スタマ町は山梨県北西部の北駒郡にあった町。町名の由来は町内を流れる川、スタマ川から。2004年11月1日に、スタマ町を含めた北駒郡7町村が合併、北都市となった。スダマはスタマと読むのが正式であるが、スダマという読みも間違いではない。町の北部、長野県との県境付近は奥秩父山海の西端に位置する。 八ヶ岳南徳地域は、旧石器時代から、縄文時代の遺跡が、数多く分布する地域である。町域においては、旧石器時代には、草木などの遺物が出土しているのみであるが、縄文時代には、遺跡数が増加し、塩川や須田川流域には大規模集落が分布している。縄文期には、人面装飾不土器や奴隷など、学史上重要な遺物も出土しており、 縄文後期には、排斥以降も見られる。海域た地域においては、古墳の分布が希薄であるが、和見子には6世紀後半代から7世紀に、築造された横穴式石室を持つ湯沢古墳群が、所在する。湯沢古墳群は、長域唯一の古墳として知られ、甲府本規西部の駒群において、後期古墳を築造した勢力が、当地にまで勢力を及ぼしていたと考えられている。 古代の律令聖火では和名類受賞に見られる駒郡早見里に否定されている。平安時代後期には、日立国から源の乗り木を清光親子が海の国へ到着し、尊卑文脈によれば清光は泉の地を拠点として泉火舎を称したという。また、自称四年九月に伊豆国における源の頼朝の挙兵に橋を発した自称樹栄の乱においては、 東鏡同年9月15日上によれば、会、現氏の統領である武田信義が、信濃国稲郡大田切郷場に出兵して、寒加者を打ち、岐路に、いつみ山に立ち寄ったとしている。源義光は、和上子に館を構えたとする伝承があり、乗り木根流を伝える、小学時も所在している。これらの伝承から、会の国史では、いつみ山は、和上子を指すとしている。 鎌倉時代には、県庁5年10月21日の、この駅所書両目録に記載される泉荘の南部に、含まれ、菱し山、小笠原荘、玉川流域は、玉荘に含まれると考えられている。鎌倉末期から南北朝時代にかけて、泉荘の尚主は、開始後の二階堂氏が務めている。戦国時代には、向川州や塚根州など辺境武士団が配置され、 国の部国境の警備などに当たった。戦国期には、武田氏の品野信仰が本格化し、若見子の地は軍事拠点となった。また、塚根州は、天正10年3月の武田氏滅亡後に発生した、甲斐、品野の武田医療をめぐる天正神口の乱においても、活躍している。江戸時代後期には上小倉村出身の久保田、江左衛門は、朝尾日田村の久保田家の養子となり、 茅ヶ岳南緑の朝尾関、穂坂関を総大として開作した。久保田は、天保10年に総大を辞職する都会やなの駿河において、用水路の開作を指導した。近代の主要な生業は、農業で、米麦、雑穀、野菜の栽培に、昭和戦前期までは養産を組み合わせた形態が、主流であった。米麦の生産量は、山梨県内でも屈指であり、 町域東部の工具造府地域では、林業や生誕も行われた。近代にも馬産地域として知られ、牧場経営が行われ、小馬を売買する馬市も開かれた。明治30年代には、馬種の改良が進行され、1907年1910年には、若見小村でや山梨県産馬共進会が開催された。教育面では1873年につかね村で、 下津金東泉あ本堂を仮校舎とした公立小学校のつかね学校が開校する。1875年には新校舎が落成し、山梨県で藤村四郎の主導した藤村式建築と呼ばれる和洋折衷の建築であった。戦後には果樹や高原野菜の栽培に移行している。1976年には中央自動車道、 スタマインターチェンジが開業する。1977年にはスタマバイパスが開通し、交通機関の整備により産業が進行された。また、海源寺ゆかりの地である歴史的資源を活かした観光業にも力を入れている。高速道路一般国道都道府県道。ありがとうございます。